意外と電池持っとるな。まだ交換せんといけてますね。なんて言ってたらシンプルな駅が出てきました。これが北郷土駅でしょうね。そうそう、さっきこのね図書館がね綺麗だな。これ図書館なんですって、ね、すごくオープンで南向きに火がバーッと入る構造でね、綺麗ですけど本日焼けしちゃうのかなって心配になりますけどねまあきっと大丈夫なんでしょうね。新しくとこっちからだったか。事情変更だ。大きいですね。はい。ということで見送りましょうか。次何分後でしょうね。やっぱ40分間隔ぐらいなのかな。日中は。まあゆっくりご飯食べましょう。駅舎とかね、ついでにもうじゃあ北郷土の駅をね、なかなかね来ることもないですからね、ちょっとチェックしておきましょう。よし、とりあえず駐輪場はまあまあ取ってありますね。月決め駐車場もあるわ。いくらぐらいなんでしょうね。この辺りだったら5000円とか4000円払えば月決めとかやるのかな。で駐輪場は町営なんですね。郷土町が町営でやってるんですね。無料駐輪場ってなってますね。で駅舎がちっちゃいロータリー、くるくるくるっていう感じのロータリーになってますね。で、改札もまあもう無人駅になってますね。でコーラの自販機が置いてあって、あ、待ち合室もある、ね、せっかくだからちょっと古めかしい感じですけどね。よし、なるほど。乗車券発行機もありますね。これ取れば、はい、ね、取らんでいいんやと。今のが11時ジャストかな。すると次は45分、あ、45分、あ、まあ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 待たされますけど、まあいいじゃないですか。ちょっとなったら24分のね、11時14分でちょっと飯食うにはあれかもな。よし、じゃあまあゆっくり腰掛けて、なんか濡れとるな、大丈夫かな。よし、腰掛けて、いや一回しちゃった。これほれ郷土町立図書館ってなってますよね。綺麗ですよね。すごいすごい綺麗、いいな。四日市もね建て替えるって話ありますけど、なんかずっととんざとんざになってね、話がまとまらんままずっと過ぎてきてますからね。いやーほんと綺麗だね。蔵書数がそのベランボに多いって感じの作りではないですけど、上がまたあの書庫になってるのかな、この感じだとね。すごいな、綺麗だ。ちなみに北郷土駅、いろいろと割り切ってる駅なんですね。あの駅舎にトイレがなくて、あのここの図書館のトイレ使ってくださいってなっとって、なんで図書館から離れたところにこうやって作ってあるんですね。綺麗なトイレでした。いや、こうやってトイレの近い人間はありがたいですね。養老鉄道は結構すべからくトイレが綺麗ね。これはありがたい。こっから駅構内なんやね。でこんな感じでトイレは所持図書館の送られておりでご利用ください。郷土町となってますね。まだちょっと時間ありますね。まあですね、結構バッチャフリーは早打ちがするんですけど、サイクルトルゲームとかやってますから、多分段差がねないようにっていうことなんでしょうね。まあでも今日撮影にはね風の音が入っちゃいますけど、あの程よく風もあるんで、本当にちょっと日陰だったらね全然常温でね快適に過ごせますからね。これはいいですね。よいしょ、はい、よいしょ。
この図書館も開いとるのかな、窓が開放してありますから。あ、中に職員さんもいるな。うん、でなんか損するな、相変わらず。見えます。あ、今度は灯台入れたんちゃう、これこれこれ、さっきからずっと飛んどったのがまた飛んでますね。お、相当ズームしてやってますかね、これ。あ、なんだろうな。うお、結構速いな。ほう、グライダーすごいですね。まあ、ああいうこと風に乗って。おお、こっから見ると一瞬建物に突っ込んできそうですけど、まあもちろん全然距離離れてますからね。実際にはこれくらい離れてますからね。さあ、でもこれ、まあ、ずっと待ってましたけど、別にフリーバス内やからもう一回あっちに一往復乗っても全然問題なかったんですよね。うん。すっかり忘れてました。まあまあ風も心地いいようにでいいですね。暑かったらね、冷房代わりにねしたいところですけど、さっきの電車ですよね、が大垣行きになって戻ってきましたよと。LED 照射しっかり東急の文字が入っとったんやろなって場所もありますね。こっちが3号車なんだ。